ここからは今日起こりました鳥取での震度6弱の地震について見ていきます。まだまだ地震が発生しやすい状態続いてますね、うん、そうですね、大きな地震の後もですね、それでも揺れの大きさとしては4クラスとか、はい、それが、立て続けに起きているというのが現在の状況かなと思います。まずは今日の一番大きかった地震、こちらの方から振り返っていきたいと思いますが、はい、こちらになります。発生したのが14時7分頃という形になります。で、震源地は鳥取県中部ということで、マグニチュードは 6.6、 震源の深さは11キロで、内陸の浅い地震でしたから、はい、揺れの方も大きく6弱という形になったわけですね。でマグニチュード 6.6 です。で震源の深さ11キロということで、4月に発生した熊本地震、はい、最初の大きな地震ですね、熊本地震、4月14日の地震がマグニチュード 6.5 なんですよね、はい、ですから今回の地震はそれも若干大きい、そうですね、規模としては、はい、で震源の深さはほぼ同じという形だったので、まあ揺れ方そのものにしては、あとは地質とかね、それによって揺れ方はだいぶ違ってくるんですけども、あの程度の揺れが場合によって起きる可能性もあったといったような状況でした、はい。で、その後じゃあどこで起きたのかというところなんですが、じゃあこちらの方、まず断層の動きというのはいくつかあるんですよ、はい、これ正断層、逆断層、横ずれ断層、突き上げ断層というのがいくつかあるんですが、はい、で今回はこの横ずれ断層というやつなんですね、はい。で熊本地震もこの横ずれ断層だったんですが、あの断層っていうと、よく言われるのが、跳ね上がるような感じのもの、なるほど、逆断層というやつですね、はい、こうお互いにぶつかり合ったところで上にずるっと、はい、持ち上がる形で、この正断層というのはお互いに引き合って半分が落ちてしまうような感じ、はい、こういう形、はい、で今回はお互い押し合ったんだけども、ずれ方としては縦じゃなくて横にずれたといったものなんですね、はい、ちょっとこちらの方いろいろ種類があって分かりにくいんですが、こういったような動きだったという形になります。で、この断層っていうとよく活断層とかね、いうのがあります、はい、熊本地震の場合は活断層周辺でかなり大きな被害が出たというわけなんですが、じゃあ今回どうだったかというところなんですけど、こちらの方はですね、産業技術総合研究所というところが出している、地質図になるんですが、はい、で今回はここに活断層と呼ばれているものをいくつか入れてあります。これ赤い線がそうなんですね、はい。でちょっとこちら拡大していきましょうか。で今回震源となったのがちょうどですね、はい、この辺りなんですね。ここに温泉病院というのがありますけど、はい、その南側あたりです。この辺りにこう断層があってそれが動いたという形で推定されるわけなんですが、活断層そのものはね、もうちょっとこれ東の方に、ね、そうですね、あるんですね、ちょっと離れてはいるんですよ、はい、離れてはいるので、これが動いたというわけではないのかなというところはあるんですけども、はい、実は鳥取県、この断層が動いたらこのぐらいの被害が出ますよというところを想定しているんですが、はい、その時の推定断層というのがあってですね、こちらなんですね。で先ほど少し赤い線に出ていたのがこちら鹿野吉岡断層というやつ、こちらなんですね。で少し離れてますよという話をしたんですが、ここに倉吉南方の推定断層というのがこれにどうもあるんじゃないかと、はっきりしてないけどもあるんじゃないかというのがありまして、はい、位置的にはこの辺りという感じにはどうもなったようです、はい、でじゃ あの鳥取県内、これまで、今回は、ね、かなり大きかったんですけど、そうですね、これまでどういったような形で、例えば過去に大きな地震があったのか、はい、どうなのかというところ、その辺も見ていきたいと思いますが、でこちらは気象庁の資料になります、はい、でここにある通り1923年から2016年、まさに今日までというところでの鳥取県内の、主だった地震をこう出しているわけなんですが、はい、実はですね、マグニチュード7クラスも結構発生していて、はい、1943年9月10日マグニチュード 7.2、 これ鳥取地震というもので、最大震度6で、大きな被害も出ました、はい。で続いて一番近いところでは
2000年ですね、鳥取県西部地震というのがありました、はい、これがですね、マグニチュード 7.3 で、最大震度6強ということで、こちらも大きな被害が出たんですね、はい、で震源の位置はこの鳥取県西部地震はこの辺りで、この鳥取地震の方ですね、はい、こちらの方がこの辺り で今回の地震はちょうどこの間なります。ただよく見てみると結構小さな穴がちょこちょこあるので、極端に大きな地震というのは丸だったかもしれませんが、はい、まあ、比較的いい地震のとしてはこのエリア発生しやすい場所なのかなと言っても良さそうです、はいはい、ということで、そういう場所なわけなんですけども、今のところね、皆さんからいただいている報告などでもそれほど大きな被害はないのかなというところなんですよ、はい、でこちらの方今皆さんからいただいた被害見て報告いただいています。で赤い丸が室内の被害、はい、でブルーが特になしということなんですけども、鳥取県全体に広がっているというよりはやはりこの倉吉周辺の狭い範囲で赤い丸が多いですから室内被害が多いだろうといった状況になっています。で、この後なんですけど、熊本地震も、はい、地震が大きい地震が発生し、その2日後にまたさらに大きな揺れが来ました。でその後もずっと余震が続いているわけなんですよね。であれも横ずれ断層型による内陸の地震で、今回も必ずしも一致はしてないんだけども、はい、同じような内陸の横ずれ断層型で、比較的浅い地震であるということから、この後もね、また同じ規模の 大きさの地震が発生する可能性もあると、はい、少なくともまず1週間程度というところはそのあたりを加味しておいた方が良さそうと状況にはなりそうですね、はいはい、またこのように大きな地震が発生した場合に、私たちはまずどんな行動を取ればいいんでしょうね、そうですね、まず今日まず日中でした、はい、日中だとまだ少しはこう、周りが見えるんでね、そうですね、いたところでその危ないところに近づかないというのが一つあるんですが、はい、で場合によっては夜発生する可能性があります、はい、で場合によっては今夜起きるかもしれないし、そのあたりちょっとわからないところなんですけども、で一旦揺れてしまったとき、揺れてる間も自分の身を守るのが最優先ですから、はい、でこの後もまだ大きな揺れが来る可能性を含んでいるときは、場合によっては自分の家にはもうそのまま入れない状況なのかもしれない、なので今のうちに、他の場所に避難するということを想定して、はい、じゃあ何を持ち出せばいいのかというところをあらかじめ、セットしてすぐ持ち出せるようにしておくというのが1点、はい、あとはたまにですね、少し重いものとかさありますね、高いところに置いたりする時があると思うんで、はい、それはもう一旦下に下ろしてください。それと次に来る大きな揺れに備えて、部屋の中に枕元に靴などを用意してですね、はい、足の裏を怪我しないようにしておくであるとか、あとはいつもの通りですね、懐中電灯の電池を確認しましょう。あとは情報収集用の手段としてスマホなども重要となってくるので、そのあたりのバッテリーですね、充電もしっかりとしておくことが必要かなと思います、はい、あとは天気ですよね。そうですね、で、季節が今もう秋も深まってきたということで、朝晩と日中との体感差だいぶ大きくなります、はい、今この時間だと日中帯は少しまだ暖かさがあったと思うんですが、この後ぐっと気温が下がってくるということがありますから、それに、その状況で外に出ることも可能性もあるので、はい、その時に、服装すぐに着て暖が取れるようなものというのも近くに置いておく必要性もあるだろうということが考えられますね。はい、分かりました。またあらかじめこう避難場所ですとか避難所をもう一度確認しておくことも必要となりそうです ね、はい、というわけでここまで宇野澤さんに今回の地震について解説をしていただきました。宇野澤さんありがとうございました、はい。